はい、どうもうずです。今日はちょっとゲームソフトのご紹介をしたいと思います。パソコンかね、Xbox でできるゲームなんですけど、タイタンホールという新しいゲームがあります。このバトルフィールドなどを発売したエレクトロニックアーツさんのソフトになるんですが、開発に関してはね、コールオブデューティーを手掛けた開発関係者の方ですかねが加わってるということで、かなり期待されてるソフトになります。で、基本的には一人称視点のガンシューティングゲームが基本なので、コールオブデューティーとかバトルフィールドが好きな人はすごいハマると思います。で、ちょっと画面こっちいつものようにね、ちょっと垂れ流ししときますけど、人がね、まず白兵戦で6人対6人っていう、オンラインのね対戦ゲームなんですけど、その中にノンプレイヤーキャラも入り混じるんですよ。だから、ノンプレイヤーキャラを含めて、実際のプレイヤーは6人6人で戦うっていう、そういう戦争ゲームです。で、その中にそのタイタンっていって、すごい大きいモビルスーツみたいなね、あの機械が出てくるんですけど、それに乗り込んだり、それをちょっとこう呼び寄せたりして、戦いをね有利に進めていくというゲームなんですが、いろんなねゲームモードもありそうなんですけど、うつさんちょっと英語が読めないので、ひたすらちょっとプレイしてるだけです。ただやってる感想としては、バトルフィールドやコールドオブデューティーと全く違って、なんかちょっとね、すごいね、早いテンポでどんどんね戦いが繰り広げられるような感じで、すごく楽しいです。で、壁を蹴ってすごい高いところに登ったり、もう本当にね、アクションもすごい多いです。今回うつさんがプレイしてるのは、抽選でね、結構な人数の方が当たってると思うんですけど、で実際ベータ版の方は今やってますが、製品版の方は3月13日に PC 版が発売予定です。で、 Xbox 版はねちょっとずれたかな、何日かずれてるんですけど、すぐ出てくると思います。で、 Xbox One に関してはまだ発売未定だそうです。発売日の方ね。で、 PS4 も期待してたんですけど、 PS4 ではちょっと今のところ予定がないみたいですね。ちょっと不明ということで。で、ベータ版で日本で遊べるのは今パソコン版だけということなので、うずさんはパソコン版の方で、遊んでます。おめだんなんですけども、ダウンロード版は6600円なんですが、Amazon や上新ウェブだと6263円ということで、かなりお買い得に買えるようになっております。で、うずさんはおそらくね Amazon でワンクリック購入すると思うんですけど、非常に楽しみなソフトでございます。で、うずさんこちらの、タイタンホールベータ版ちょっとプレイした動画を早速セカンドアカウントチャンネルのゲーム動画にちょっとアップしてます。下手くそなプレイなんですけど、ゲームの内容とかね、そういったものはちょっとわかるかなと思うので、気になる方は10分ちょっとの動画になってますので、ちょっと見ていただけるといいかと思います。で、今後ベータ版のこのタイタンホールをちょこちょこねプレイしていこうと思いますので、ゲーム動画気になる方はちょっとしばらくタイタンホール結構アップするかもしれないですね。ということで、本日は PC ゲーム、 Xbox のゲームのタイタンホールをご案内させていただきました。ではまた別の動画で、バイバイ。バトルフィールド4バージョンアップしたら起動しなくなっちゃったんだよな。またダメかな。なかなか難しいです。気難しいお方です、バトルフィールド4。